この時間はゲストの方に新興市場の動向などについてお伺いします。今日は株スタ7110から内藤証券の田部芳彦さんに伝えていただきます。現在日経平均284円高ということで上げ幅広げています。田部さん、今日の上昇をどのようにご覧になってますでしょうか。はい、まず昨日のアメリカの株式なんですけれども、ニューヨークダウン、ナスダックともに上昇して終わっているというところですね。これで FOMC の議事録の方ですね、中身明らかになりまして、そのインフレ率の方がですね、なかなかこう上に行かないということで、それを受けてですね、利上げというのがですね、見送られるというのを好感しているという動きもあるかと思います。これから決算発表も始まってくるわけなんですけども、アルコアとかですね、ちょっとあまり良くなくて時間外で売られていたりとかいうこともあったんですけども、より月の段階でその辺もですね、織り込んで、ちょっとですね、安く始まったような形になっています。あと今日はファーストリテイリングが 9% を超える下落となりましたので、これもですね、寄り付きの段階ではこう影響を受けたんじゃないのかなというところですね。でも今日はS級がございまして、S級がですね、逆にこう安くなったということで、その S級の数値をですね、下値として、日経平均株価の方ですね、押し目買いというのがこう進んでいるような形になっていいんじゃないのかなというふうに思ってます。はい、それでは内容的なところですが、業種別の動きを確認したいと思います。鉄鋼、非鉄金属、山の工業ということで、景気敏感セクターのリバウンドが継続という状況、それから昼に大林組の情報修正がありまして、5番に入ってから建設株上昇が目立っています。下がっているのが空運、小売ということで、昨日も下落していたこの2つが、今日も軟調と、そんな動きなんですけれども、どうでしょうか。下がっているところの、下がっていたところのリバウンドが続いているという状況でしょうかね。そうですね、資源エネルギー株が堅調に推移している中で、個別の業績の修正とかでこうやっぱり内需系も動いてきたりとかいうのがあるんですが、やはりその小売関係のところがこのところ買われておりましたので、その反動、今日はファーストリテイリングの影響も受けているかと思うんですけども、ファーストリテイリングが約170円近くこう日経平均押し下げているかと思うんですが、ファーストリテイリングの下落中りせばという状況になればですね、300円を超える上昇というような相場の雰囲気ではあるかと思うんですね。ただこのファーストリテイリングなんですけれども、これ市場の予想がですね、今期の予想2200億から2300億の営業利益を予想しておりまして、そういった中で2000億という予想ですね、これでも 20% を超えるですね、増益を発表してきたわけなんですけれども、どうしても期待感が高かっただけにということですね。あと終わった期でもアメリカの方の事業がちょっとまだ赤字を計上していたりとかですね、立て直しどうなっていくんだ今期というところも不安感が出てきているのかなというふうには思います。ただこのところ非常に伸びてきております中国ですね、グレーターチャイナと言っておりますが、そのグレーターチャイナのこう売上の方はですね、 46% も増やし、そして 66% 営業増益となっております。これからですね、人口も多くですね、消費の動向も堅調に推移しております。経済環境はですね、会社側もかねてから言っておりましたけれども、中国のですね、景況があまり関係ないということで、むしろ天候の方が心配だというぐらいの状況が、中国のような状態ですので、そうしますと、中国の景況感関係なくですね、結構推移していくんじゃないのかなと思います。そうしますとこのところ売られていたファーストリテイリングですね、ちょっと戻ってくる可能性というのは、今日は、どうしても、びっくりしてしまった方が多かったと思うんですけども、来週以降ですね、落ち着きを取り戻し、全体 の指数に与える影響もプラスとして、返ってくるんじゃないのかなというふうに思ってます。わかりました。そして今日は新興市場もしっかりしていますが、こちらについてはどうでしょうか。はい、新興市場の方もですね、決算発表を控えてというかですね、それで、情報修正を発表してくるような会社もありまして、個別の中心の動きとなっております。ただ前日下落した銘柄がですね、買い戻されるようなちょっと消極的な、銘柄の動きもあるんですけれども、これからですね、やっぱり連休も控えてます今日ですね、だから少し手締め売りなんかも出てくるかと思うんですが、銘柄個別の動きというのがですね、今回は強いかなと。それで、日経
経平均株価、東証一部の方もですね、主力銘柄中心に買われております。そういったところを考えますと、どうしても新興市場よりもですね、出遅れ感のある東証一部の銘柄をこう買っていくという動きなのかなと。代表例としてトピックスコア30というのがあるんですけども、それなんか非常に強く動いてますので、どうしてもマーケット市場参加者の目というのはですね、ちょっと今東証一部の方に向いているのかなというところですね。今ちょっとチャート出てますけれども、はい、その中で新興市場動いている銘柄に注目してみますと、引き続き直近 IPO 銘柄売買されておりまして、この時間は IBC、ベステラなどが上昇、 FFRI、EI さんテクノロジーもプラスになっていて、一方で下がっているのがブロードメディア、クルーズ、ファーマフーズ、このあたりですけれども、田部さん、今日個別の動きはどうでしょうか。そうですね、中心的な銘柄がですね、比較的しっかりとした推移になっておりますので、マザーズは800ポイントぐらいの動きになっているような形ですけども、どうしてもその東証一部の動きについていってないなというところです。そういったところで3697のシフトですね、こちらの方 15.8 の好決算を発表しまして、営業利益が前期比で 2.6 倍の3.2 億というのを発表しているんですね。これ従来予想が2.9 億円でしたので、それをですね、上回るような形の数字になっております。売上高の方なんですけども、53% 増の32億9000万ということで、こちらも従来予想を大きく上回る状態だということですね。おそらくなんですけども、いろいろ余剰利益なんかをですね、投資に回しているところもあるんですけども、しっかりですね、計画を上回る利益を出してきているということで、マーケットも評価されているんですが、ちょっとここに来て少し、今の動きは下がってきているかと思うんですけども、潜在市場の大きさが非常にあります。そういったところを手掛けておりますので、今後も業績の拡大というのは続いていくんじゃないのかなというふうに思ってます。それともう一つ、モルフォという銘柄がございまして、3653ですけども、この銘柄に関しましては、画像のですね、再生技術ですね、それとあと静止画像の、再生技術、動画と静止画像の両方の再生技術があるんですけども、それがですね、サムスン電子の、提供しますスマートフォンに搭載されましたということを発表してですね、このところずっと高くて、8日連投しているんですけども、こういった流れまだ続いているところですね。今後このようなですね、やっぱりスマートフォン向けのソフトウェアとか、こういった技術関係のところですね、組み込まれるとなるとですね、評価というのは高く続くんじゃないのかなというふうに思います。わかりました。では引き続きそちらのスタジオからお願いできますでしょうか。はい、それではいつもの通りですね、東証マザーズ の指数、そしてジャスダックの指数を見まして、そして、個別の銘柄の方をですね、若干ご紹介していきたいと思います。まずそれでは東証マザーズの方の指数なんですけれども、こちら見ていただきますと、ちょうど雲のところにですね、もう重なってくるような形になってきているような状況です。ただ下値を切り上げですね、いい形でこう入ってきているのかなと。ちょうど雲の部分が前回高値ですね、この819ポイントとちょうど重なっているような状況になりますので、ここから少し重くなってくるところなんですけれども、これにトライしてくるような週がですね、来週来るんじゃないのかなということですね。それとあとジャスダックの方もそうなんですけども、こちらの方はですね、雲にかかってはきておりますが、前回高値のところがもう少し上にありますので、全体的な流れというかですね、雰囲気見ればマザーズの方のがですね、上値トライどちらかというとしやすいのかなというふうにして、見ております。そういった中で銘柄の方なんですけれども、NTT データイントラマートというのを今ご紹介するんですが、これマイナンバー関係でもありまして、これからですね、大企業の方はですね、どんどん投資が始まってきているわけなんですけども、中小企業の方でもですね、これからどんどん投資が始まってくるということで、この3850のですね、NTT データイントラマートの方をですね、ご紹介します。チャートの方をですね、このような形で、雲ちょっと上抜けるような形になってきてはおります。
この会社はですね、ウェブの構築システムというのをですね、開発強み持っております。財務とかですね、文書管理、企業の中にたくさんあるいろんなソフト関係のところですね、こういったものを統一して管理できるという持っている力のある会社なんですけれども、これからですね、やはりそのマイナンバーに入ってきますと、いろいろデータをですね、保全していかなくちゃいけないということで、このそういったその予防というかですね、保全関係のところで力を持っています IT ホールディングスグループのですね、クオリカというところと提携しまして、成長分野の IT、IoT マーケットの方にですね、共同展開していくということですね。もともと企業向けのソフト管理が強い中にセキュリティが強まってくるというような形を発表して、株価の方も動いてきているということですね。おそらくこれから各企業各団体ともですね、マイナンバーの方をですね、どんどん投資していかなくちゃいけないような状況になりますので、そうしますと中小企業まで幅広くこう手掛けているこの NTT データイントラマートというのはこう注目されてくるかなというふうに思っています。それともう一つの業績好調な銘柄はですね、毎日コムネットという会社です。8908です。今日ちょっとこう材料も出てですね、株価の方ずいぶん上に来ている形にあるんですけれども、首都圏で学生マンションをですね、開発管理しております。増収増益基調が続いていて、配当成功も 30% を超えますよ、超えるものをですね、提供していくというのをお約束しているというところですね。業績予想の方も 10% 増に対して、2% の営業、増益予想としていたわけなんですけれども、第一四半期の決算、6月から8月の第一四半期の決算ですね、終わりまして、26% 増収に対して77% の増益ということですね。もともと5億5000万ぐらいの数値は出るのかというふうに見られていたところがあったんですが、実際この第一四半期6億で着地しているということですね。それで通期業績の方はまだ第一四半期ということもありまして、据え置いております。ですからどう考えても、通期で 2% 増益というのは少し考えにくいんじゃないのかなと思いますので、今後ですね、情報修正なんかはまたさらに期待されるところではないのかなというふうに思っております。こちらからは以上です。はい、内藤証券の田部芳彦さんに伝えていただきました。